アントワーヌ・ドルレアンは、フランスの王族、モンパンシエ公、第三代、ガリエラ公、フランス王、ルイ・フィリップと、ヒマリー・アメリーの抜子として、ヌイ城で誕生した。1846年10月、マドリードで、スペイン王女ルイサ・フェルナンダと結婚した。この結婚により、スペイン王子、アントニオの称号も得た。二人には重視が生まれた。アントワーヌは、 スペイン王女をひとしたことで、スペイン王位への野望を隠さなかった。1848年に2月革命で、スペインへ亡命した。義子イサベル2世に対抗して、反、最小不安プリム派を支持した。1870年には、王廃、フランシスコの弟セビーリア公エンリケ・マリアと決闘して、公を殺し、1ヶ月間投獄された。 同年11月、イサベル2世に代わる国王の選挙が、コルテスで行われた際、イタリア王子のアマデオ1世が191票を得て、選ばれたのに対し、アントワーヌはわずか27票しか得られなかった。ありがとうございます。